本当にご苦労様でした。やっぱり私の目は間違っていなかったようですわね。皆さんだったら絶対に解決してくれると思いましたわ。でも軍にいいところを持っていかれちゃったしな。解決したとは言えないかも。そんなことはありませんわ。仮に皆さんがいなかった場合、軍の突入もうまくいったかどうか、逆上した空賊たちに人質を傷つけられたかもしれませんから。お前さんたちが潜入してアジトを制圧していたおかげじゃ。胸は張ってもいいと思うぞ。そっかな確かに人質は解放されて空賊たちも逮捕されたけど、いくつかの謎が解明されぬまま残ってしまったのが悔やまれるわね。湖畔に現れた男たちと空賊の狩猟の奇妙な態度ですね。この事件まだ裏があると考えた方がいいかもしれません。まあそのあたりは王国軍に任せるしかなさそうじゃの。連中の身柄を拘束された以上、こちらとしては調べようがない。とにかく人質たちが全員無事に戻ってきただけでも幸いですわ。空賊逮捕のニュースのおかげで町にも活気が戻りつつあります。感謝の気持ちに少しばかり報酬に色をつけさせていただきました。え、いいの？もちろんですわ。オリビエさんも本当にありがとうございました。グランシャリネ分の働きができたのであればいいのだがね。ええ、お釣りが来るほどですわ。それでは皆さん、ごきげんよう。何かあったらまたお願いします。失礼いたします。なんだかものすごく感謝されちゃったわね。あれ以上事件が長引いていたら流通はさらに混乱しただろうからね。市長さんが喜ぶのも当然かもしれないな。なんだか嬉しいな。私たちが頑張ったことでみんなのお役に立てたんだったら遊撃士冥利に尽きるってもんよね。生言っちゃって。でも確かにあんたたちももう新人とは言えないわね。正直今回はいろいろ驚かされたわ。そっかな。とりあえず今回の事件の査定と報酬を受けたるがいい。市長が言っていた分、報酬には色をつけておいたぞ。それとこれはわしからお前さんたちにじゃ。これってボス支部の推薦状？いいんですか？これだけの事件を解決してくれたとあっては推薦せぬわけにはいかんじゃろ。どうか受け取ってもらいたい。ありがとう、ルグランジンさん。推薦状に恥じないようこれからも頑張ります。よかったわね。カシウス先生が聞いたらさぞ喜ぶと思うんだけど。そうですね。カシウスか。一体何をしておることやら。ギルドはおろか家族にすら連絡の一つもよこさんとはな。そうね、先生らしくもない。ボースで突然船を降りた後一体どこに行ったのかしら。ごめんください。飛行場の受付の。なんじゃ、どうしたね。実は例の空賊に奪われていた定期船の積み荷が戻ってきましてね。その中に遊撃士協会宛ての郵便物がいくつかあったんですよ。それでお届けに伺ったんです。それはご苦労さんじゃった。いや待てよ、ボースから出発した船にどうして打ち宛てのものがある？いえ違うんです、ロレント宛てのものなんですけど、こちらにカシウス・ブライトという方のご家族はいらっしゃいますか？え？僕たちがそうですけど。ああ、ちょうどよかった。いや、ロレント支部に連絡したらこちらに来ていると聞きましてね。それじゃ、受け取ってください。この手紙は…父さんの字だわ。宛先は
ロレント支部の私とヨシアになってる。どうやら船を降りる直前に書いたものらしいね。父さん、ちゃんと僕たちに連絡するつもりだったんだよ。そっか。よかったわね。そっちの小包も先生から送られてきたもの？ううん、他の誰かが父さんに送ったものみたい。あれ、おかしいな。うん、差出人がどこにも書いてないね。では、確かにお渡ししましたよ。ああ、それと、空賊逮捕、本当にご苦労様です。いやー、さすが遊撃士ですね。まさか、定期船の積み荷に手がかりがあったとはのう。ここで読むのもなんじゃ。2階の休憩所を使うたい。ありがとう、ルグランジーさん。それでは早速中身を拝見させてもらおうか。って、またどうしてあんたがちゃっかりいるわけ？いやあ、純然たる興味さ。どうして君たちの父上が出発前に船を降りたのか。このままお預けを食らったら気になって夜も寝られないよ。そんなこと言われても。ああ、一緒に冒険したのに仲間外れとはなんと薄情な。アジトに潜入できたのは誰のおかげだったかなと。まったく立ちが悪い男だこと。仕方ありませんね。ただ内容次第では席を外してもらいますよ。もちろんだとも。気を取り直して。エステル、ヨシュアへ。そろそろ代理の仕事を終わらせた頃合いだろうか。最初はつまずくこともあるだろうが、一歩一歩確実にこなせばいい。お前たちなら必ずできるはずだ。さて、こちらの仕事の方だが、少々困ったことが起こってな。どうやらしばらくの間家に帰ることができそうにない。そうだな、女王生誕祭が終了するまでは帰ってこられないと考えてくれ。お前たちには申し訳ないが、まあ今さら親の留守を寂しがるような年でもなかろう。俺が戻るまでの間、お前たちがどう過ごすかはお前たち自身で決めるといい。ロレントで仕事を続けるもよし、声優劇師の資格を得るために旅に出るのもいいかもしれん。16歳という実り大きい季節を悔いなく過ごすといいだろう。それではな、シェラザードとアイナによろしく伝えておいてくれ。カシウス・ブライト。先生らしい文面ね。軽そうだけど、あんたたちへの思いやりに満ち溢れているわ。うん、そうですね。うん、女王生誕祭か。聞いた話によるとまだしばらく先のようだね。 2,3 ヶ月は先のことよ。確かにちょっとした旅行ならできそうな期間だけど、本当に一体どこで何をしてらっしゃるのかしら。それはともかく、そちらの小包はどうだい。差出人不明というところが何とも興味深いじゃないか。まあ確かに気になるけど、父さん宛てのものを勝手に調べるのもちょっと。しかし考えてもみたまえ、父上の失踪と時を同じくして届けられた差出人不明の小包だ。何か関係があるかもしれないよ。そっかな。ちょっとオリビエ、自分が興味あるからってそそのかすんじゃないわよ。いや、オリビエさんの言うことも確かに一理あります。父さんが帰ってくるまでずっと放っておくのもなんだし、調べた方がいいかもしれません。わかった、調べてみよう。これってオーブメントだね。用途はよくわからないけど、メモには、例の集団が運んでいた品を確保したので保管をお願いする。機械を見て R 博士に解析を依頼していただきたい。 K これだけ。
うん、他には何も書かれていない。シェラさん、この K とか R 博士という人に心当たりはありませんか？うん、残念ながらわからないわね。先生はとにかく顔が広いから外国人という可能性もあるし。ヒントがこれだけじゃ正直お手上げって感じよね。この黒いオーブメント一体何なのかな。形状から言って一般的な用途に使われるものじゃなさそうね。戦術オーブメントあたりに少し雰囲気は似ているけど。いや、それとも違うな。普通の戦術オーブメントにはクォーツをはめるためのスロットがついている。だがこれには何もついていない。これはひょっとしたらアーティファクトかもしれないね。アーティファクト？現在作られているオーブメントの原型となった古代文明の動力器のことさ。たまに遺跡から発見されて七王教会に保管されることが多い。ま、いわば骨董品だね。でもこれは見たところそんなに古いものじゃないわ。最近作られたものみたいだけど。それは確かに。ただ訳ありな品であるのはどうやら間違いなさそうだね。ああ、まったくもう、あの不良やつと来たら心配ばっかりかけてくれちゃって。もう、エステル？こんな差出人不明の怪しげな品が送られてきて、一体どんな事件に首を突っ込んでいるんだか。エステル。ねえエステル、少し考えたんだけどさ、このまま旅を続けない？え、ヨシュア？父さんの手紙にも書いてあったじゃないか、声優劇師の資格を目指して旅をするのもいいだろうって。うん、それは確かにそうだけど。僕たちはロレントとボースで推薦状をもらったよね。残るはルーアン、ザイス、オート・グランセルの3つだけだ。ギルドの仕事をしながらこれらの地方を回っていけば、ひょっとしたら父さんの行方がわかるかもしれない。あ、父さんの実力を考えたら余計な心配だとは思うけど、それに外国に行っている可能性だってあるんだけど、それでもただ待っているよりはるかにマシなんじゃないかな。それに R 博士だって見つけられるかもしれないしね。ねえヨシュア。何？ヨシュアってば天才。ちょっとエステル、それ一石二鳥どころか十兆くらいあるじゃない。もう憎たらしいくらいに頭が冴えてるんだから。それって賛成と考えてもいいのかな？賛成賛成大賛成。声優劇師目指して修行しながらリベール中を歩き回って、ついでにあの不良中年が何をしてるのか暴いてやるわ。あの、微妙に目的がずれてきてない？完全に調子が戻ったみたいね。これにて一件落着だね。それじゃ、私はこれでロレントに戻るけど、やっぱり心配ね。本当についていかなくていいの？もう大丈夫だってば。一応声優劇師を目指す旅だもん。シェラ姉がいたら修行にならないよ。シェラさんまで帰らなかったらロレント支部も大変でしょうし、大丈夫、なんとかやっていけます。まあそこまで言うなら、あんたたちの歳で声優劇師を目指すのは珍しいんだから、くれぐれも無茶しないようにね。それと困ったことがあったらロレント支部に連絡するのよ。あんたたちがどこにいようとすぐに駆けつけていくからね。うん、ありがとねシェラ姉。シェラ姉の方こそあんまり飲みすぎないでよね。私それだけが心配なんだから。まあ気をつけておくわ。心配しないでくれたまえ。なんといってもシェラ君にはこの僕がついているのだから。でどうしてあんたもロレントに行くわけ？しかもシェラ姉と一緒に。
ボースの郷土料理はとりあえず全部味わったからね。そろそろ他の地方に足を向けてみようと思ってね。ロレントの料理は野菜が絶品と聞いているから今から楽しみだよ。てな感じで美味しい店を紹介しろって言って聞かないのよ。あんまりしつこいから居酒屋で酒に付き合うのを条件についてくることを許可しちゃった。うわー、オリビエさん、あの本当に大丈夫なんですか？このオリビエ、美人と美食のためなら死ねるさ。本当はヨシア君にもついていきたいところなのだがね、迷った挙句の苦しい選択だった。迷われても困るんですけど。まったく懲りないやつ。ロレントの治安を乱さないでよね。あと仕事明けのシェラネーって本当にリミッター外れちゃうからマジで注意した方がいいわよ。何よ失礼な。アイナは付き合ってくれるもん。あの人だって底なしでしょ。リミッターが外れる？あのそれってこの前よりもすごいのかい？なんというか比較にならないと思います。ふーん、そうなんだ。え？ロレント方面行き定期飛行船まもなく離陸します。ご利用の方はお急ぎください。あら、もう出発か。ほらオリビエ、急がないと。シェラ君、ちょっと待ってくれたまえ。少し考える時間をくれると嬉しいなって。出発直前になって何を言ってるのかしら。男だったらグダグダ言うな。ひえシェラネ、まったね。ロレントのみんなによろしく。二人ともお元気で。